はい、それでは定例会見始めます。お願いします。はい、本日まずご報告するのは、プリキュア20周年に伴う、にぎわいの創出についてです。プリキュアはですね、2004年から、開始されて、おりまして、今年で、20周年、迎えます。説明するまでもないですが、お子さんはもちろん、保護者の方からも認知度を高い作品だと思います。今現役10歳未満のですね、現役というか今のお子様もそうですし、それからこれを見て育った今10代から20代の多くの、その世代にもですね、多く親しまれております。で、横浜とプリキュアの関わりなんですけれども、2012年にプリキュアの映画の舞台となって以来ですね、子育てとかあるいは観光などさまざまな施策で継続的に連携をさせていただいてきております。で、その意味で作品とゆかりの深い都市であるというふうに思います。で、この度、プリキュア20周年、ということで、それに合わせまして、東映アニメーション、株式会社様、そして株式会社東映エージェンシー様、そして横浜市の3社で、全プリキュアパレードを実施いたします。9月24日の日曜日にですね、歴代の約80名のプリキュアに集まっていただいて、日本丸、それから、日本大通り、また中華街、この3つのエリアに分かれてですね、パレードをして、で、最後に館内ホールに全プリキュアに集結をいただいて、ステージイベントを行っていただくという次第で、これは全国でも横浜だけの特別な取り組みとなります。それぞれの場所で、パレードをが、これですね、パレードを終えて、その3箇所で終えて、でその後、館内ホールに集まっていただいて、イベントを行うという、こういったスケジュール感で、行います。で、それからですね、今年の冬にですね、パシフィコの方で、全プリキュア展としてですね、これまで東京、名古屋、大阪を巡ってきて、多くの方に親しまれた展示がですね、さらにパワーアップをして、横浜に凱旋して展示をしていただけることになりました。そして来年の1月20日と、21日にはですね、全プリキュアの、20周年記念のアニバーサリーのライブを、アリーナの方で、行っていただきます。このようにですね、年間を通じて、横浜で20周年記念イベントを、開催していただきます。で、今後の展開なんですが、まず9月24日の、プリキュアパレードで、の日にですね、館内ホールで、行われるステージなんですが、ステージイベントなんですが、おそらく満員になろうかと思います。で、あるいはですね、お子様、小さいお子様連れで、ホールの中だと少し、行きにくいと感じておられる方々もいらっしゃるかもしれませんので、市内のお子様を対象にですね、無料のですね、ライブビューイングを行いたいというふうに考えております。この様子をですね、ライブビュー、パブリックビューイングのような形でですね、市内のお住まいの、親子に、限定をさせていただいて、行いたいというふうに考えております。また20周年の記念映画を、作成されているそうで、でこの中に、横浜の街も登場を、させていただけるという次第でございます。はい、本日はですね、
東映アニメーション株式会社執行役員の、執行役員エグゼクティブプロデューサーの、鷲尾隆様にお越しをいただいております。鷲尾様はですね、プリキュアの初代のプロデューサーの方でいらっしゃいます。それでは鷲尾様、どうぞよろしくお願いいたします。すいません、東映アニメーションの鷲尾と申します。今日はよろしくお願いいたします。2004年に始まりました2人はプリキュアという番組を、最初2人だったんですよね。それが今や20年経つことになりまして、約80人ということになりまして、本当に皆様の、ご声援のおかげでここまで続けることができました。本当にありがとうございます。そして、今回横町様のご協力、本当にたくさんのご尽力とご協力いただいて、こうして大きなイベントを、開催させていただくということになりまして、本当に感謝しております。ありがとうございます。まさか番組がここまで、皆様にこうして取り上げていただけることになるとは、正直思ってなかったというところでございます。横浜市については実は私、学生の頃から大変、慣れ親しんだ町でございまして、どのぐらい昔かと言いますと、まだ赤レンガが比較的物騒な町だった時代から、大変、何度も足を運ばせていただいた。こんなにいろんなところで、華々しく賑やかなところになるというのは、本当に時代が変わっていくことを間近に見られて嬉しいなと思っております。私にとっては実は横浜という町はその東洋のテイストもあり西洋のテイストもありということで、なんか本当にテーマパークのような町で、実はお住まいの皆さんが羨ましいなぐらいに思っているところでございまして、そんな町にプリキュアがこうして退去してお邪魔するということが許されるというのは本当に感慨無量でございます。前回実は2015年に当時55人でございました。パレードさせていただいた時に大変たくさんのお客様に集まっていただいて、結構のね炎天下だったんですよ。10月だったと思うんですけど、そんな中でもたくさんお集まりいただいたんで、今回我々の方としては万全の対策を期した上で、ぜひ皆様に足を運んでいただきたいなと思っております。またその後も、プリキュア展示、全プリキュア展という展示会、それからイベントと、ライブイベントと、どちらも横浜市様でやらせていただきますので、ぜひ皆様にも、ご覧いただきつつ、これからもまたご声援いただけるとありがたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今後も横浜市とプリキュアの方で連携をしてですね、にぎわいの創出などにつなげていきたいというふうに考えております。私からの説明は以上です。はい、それではこの件についてご質問を受けします。幹事社からお願いします。幹事社の神奈川新聞の梶と言います。よろしくお願いします。まず鷲尾様に質問させてください。1点目が横浜市と、これまで何度も連携でいろいろやっていただいたと思うんですが、横浜市と連携する意義というのを、どのようにお考えかということと、あと2点目で私本当にプリキュア世代といいますか、2004年にちょうどテレビで見てた世代でして、それまでの女児向けのアニメと違って、女の子が主人公でヒーローに変身してこうアクションシーンを繰り広げるという、なんかすごい一線を画したアニメだなって今考えると思うんですけど、こう作品に初代のプロデューサーとして関わって、どのような思いを込めてプリキュアを誕生させたかっていうところを教えていただきたいです。ありがとうございます。まず最初のご質問でございますが、横浜市様とご一緒させていただく意義というところで、先ほどちょっと私自分の口からそのテーマパークという話を差し上げたと思うんですが、アニメーションというのはその一種子どもたちにファンタジーを見せるものであると思ってます。でそれは変身することであったり活躍することであったり、いろんな意味のファンタジーがあると思いますね。でその舞台として、どんなところがふさわしいかというと、これすごく難しいんですけど、リアルにあるところとそれからファンタジーの要素とか組み合わさっているところっていうのが非常に重要なんですね。でそれは作品によっていろいろ違います。ただ私の中では先ほど申しました通り、ふさわしい街、モデルにすべき街というのは実は横浜だったというのは、
中にございます。なので組ませていただいて現実にきちんといろいろやらせていただいたことも当然2012年からやっておるんですが、それ以前からモデルとしていわゆる架空の都市なんですけど横浜がモデルになっているよという都市については実は何度かやらせていただいております。許諾取ってませんけども一応ファンタジーでございますので、そういう形で進めさせていただいたことがございます。私の中で、アニメーションとして子どもたちに夢を持ってもらいたいというのは実はこの町だったというのは正直なところでございます。もう一つ番組を立ち上げた頃でございますが、なかなかあれじゃなかったですか、商品とか手に入らず苦労されたんじゃないですか、初代の子すいません本当ごめんなさいね、親御さんとかにもお会いするたびにごめんなさいって謝ってるんですよね。お子さんがいろいろねないないって言って泣き叫んだんじゃないかみたいな感じをよく聞きましたもんね。はい、当時はまあ20年前でございますので、女児向けのアニメーションというジャンルが当然ございまして、まあ今の時代とは多分ね随分違うと思うんですけれども、やっぱり女の子というのは陰ながらみんなを支えるんだけれども表に出ない、でしかも、おしとやかであることみたいなことが推薦される作品が多かったです。だけど、私の中ではいやそんなことないな、特に小さい頃は男の子も女の子も関係なく一緒になって遊んでて発育のいい人の方が比較的リーダーシップを取るもんだっていうのをずっと思ってたんですね。私は比較的体弱い方だと思うんですけど、なおさらそれを強く思ってた。で、まあ当時番組枠を持つということになった時に、まあ、だったら自分の中で今までイメージしていて、きちんと女の子が主体になって活躍する番組があったっていいじゃないかと、それを当時一緒に組ませていただいた西尾大輔さんという監督と一緒に考えまして、じゃあ分かった、鷲尾君分かったよ、じゃあ女の子が活躍する主人公でアクションする番組っての分かった、じゃあそれをやるときに白馬の王子様なしにしようかっていう話をしたんです。つまり誰かが助けに来ることを期待するのではなくて自分たちで解決する、自分たちで問題に向き合う、自分で何とか突破しようとするというのを女の子が正面からやるんだよっていうことをそれをテーマにしようじゃないかと、そういうことで始まった番組だったんです。なので、まあ、当時都市空間で、立ち向かうヒロインというにはあまりにヒーローチックな存在ということで番組が始まったということでございまして、まあ、意義としてはそういうことを、当初考えてましたら、これが幸いにして、お子様方親御さんの皆さんに受け入れてもらったものですから、こうして、その魂を引き継ぎ20年続けられることができたと、そういうことでございます。はいはい、続いて山中市長にお伺いしたいです。はい、今おっしゃったように今見ているお子様ももちろんこうプリキュアを見て育った世代で今子育てをしている方たちも多いと思います。今後プリキュアとタイアップして市政課題行政課題の解決に向けて連携するということですが、こうどういった分野でこうプリキュアの力を借りたいって考えることがありましたら教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。まあ、プリキュアっていうのがですね、まあ、お子さんもそうですしファミリーのかファミリー層子育て世代にも訴求する、まあ、認知度が高い作品であります。まあ、こういったコンテンツとタイアップをすることで、まあ、横浜の新たな魅力そしてにぎわいの創出につなげていきたいと思いますし、まあ、現在実現に向けてですねさまざま調整しているところでございますので、まあ、具体的な内容が決まり次第改めてお知らせをしたいというふうに思います。その他いかがでしょうか。朝日新聞の小林です。まあ、来月はポケモンで、まあ、その後秋からは今度プリキュアということなんですけれども、まあ、横浜市がこういったキャラクターだったりとかそういう世界観とコラボすることで、一時的にその人が観光で訪れたりこのライブに訪れたりパレードに訪れたりっていうことはあると思うんですけれども、これを継続して、まあ、横浜の魅力を高めるとか、まあ
市長が普段から行っている横浜に住んでもらうというところに結びつけるためにはどのようなことが必要だとお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。まず市民の今住んで、くださっている方々にですね、先ほどいろいろ横浜のことをお褒めいただいたんですけども、やはりこの町はこういったイベントが開催される都市なんだっていうようなことを思って、いただきたいなというふうに思いますし、またそういったことで、こう横浜に、継続して住みたいって思っていただけることにもつながるかなと思います。また市外からはですね、やっぱりこう改めて来ていただいて、プリキュア等を見ていただいて、また赤レンガとか、様々なウォーターフロント臨海部とかですね、素敵なところありますので、そういったところを見ていただいて、横浜へのこう思いというのをですね、高められるといいなと思っております。そういったことの継続でですね、やはり、住みたい町、住み続けたい町を作っていけるんではないかというふうに、考えております。その他いかがでしょうか。東京新聞の神谷です。ちょっと具体的にこのイベントのことなんですけれども、このパレードっていうのはその自由にこう観覧できるのかですと、ちょっと人もやっぱり集まるということなんですけど、この辺はどういったことを想定されているんでしょうか。確かに、今回のパレードにつきましては基本自由にご覧いただけることになっています。ただ人があまりにたくさん集まると規制を敷かなければいけないというのも当然ございますので、その規制の範囲内、安全の範囲内で皆さんにご自由にご覧いただくということになるかと思います。そうするとなんか入場チケットとかエリア分けとかそういうこともせずに、基本的にはもう道端で見られるっていうような形で。基本はそうでございます。で、館内ホールだけ有料ということでよろしいですね。はい。なるほど。全員集まった館内ホールでのダンスステージというのは有料、チケット制の有料のイベントで、でそれを無料でその市民の親子にはライブビューイングをするっていうことっていうことですか。わかりました。あと5年前、その2018年の時、ちょっとすみません直接知らないんですけれども、この時も同様の形で開催をしたっていうことですか。グランモールで一箇所で、グランモール公園で一箇所でパレードを行ってですね、その時は約1万人の方々にお集まりをいただいたというふうに聞いております。すいません、プリキュアの鷲尾さんに、プリキュア、2018年の時は55、はい、人っていいんですか、単位55人ですか。はい、あと先生、現在すいません、約80、正式に80なんですか、今77名ございます。今の放映中のシリーズで77人登場して、はい、それが全員今度来るっていうか、はい、全員集まって、あ、じゃあ正確に77っていうことでいいですか。ちょっとまたいろいろなね、はい、なんというんですかね、これ言いづらいんです、放送上の都合とかいろいろございましてですね、約80名というのは、はい、ひっくるめて80名という約80名ということになってまして、現在放送中は77名ということでお察しいただけると助かるのでございますわかりました。じゃあ、約80が全部が集まるっていう言い方で、はい、申し訳ございません。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは一旦質疑終了しまして、このままフォトセッションに移ります。今日はですね、ゲストで初代のキュアブラックと今放送中のキュアスカイにお越しいただいてますので、皆さんで、フォトセッションをしたいと思います。どうぞお入りください。
はい、それでは続けてよろしくお願いします。はい、続いてご報告するのが、デジタルサイネージを活用した、横浜駅周辺地区の防災対策についてです。関東大震災から、100年、今年は関東大震災から100年という、節目の年であります。大規模な地震に対して安全安心を実感できる街づくりが一層求められるところです。で、この今回のこのサイネージの取り組みの発端はですね、東日本大震災です。当時、横浜駅周辺には公共交通機関のが止まってしまったことで、帰宅困難者の方で多く溢れました。災害時にこう移動手段を失ったことで、横浜駅周辺で多くの方がお困りになられたという経緯がございます。そこでですね、本市は、この震災を契機にですね、大規模商業施設事業者、駅周辺の商業施設の事業者様、そして鉄道事業者様、そして地元の自治会の皆様、そして本市の間で協力をして、横浜駅周辺の帰宅困難者の対策にこれまで弾力的に取り組んでまいりました。で、特にですね、これまで帰宅困難者を減らすための対策、それから困難者が安心して過ごすためにどうすればいいか、また避難先や、避難経路を周知するための、方法などに、を検討してまいりましたが、今回ですね、新たな取り組みとして発災後の行動を支援する情報の提供の仕方として、サイネージ、デジタルサイネージを活用した情報発信を行いたいというふうに考えております。サイネージの運用方法なんですが、まずですね、横浜駅周辺の142箇所のデジタルサイネージを活用いたします。計142箇所のサイネージを活用いたしまして、発信場所の状況に合わせて、随時内容を発信、情報を発信いたします。計13枚のサイネージを組み合わせたいというふうに考えております。4カ国語に対応をいたします。具体的なそのイメージなんですが、13枚というのはこちらの今スライドにある計13枚ですね。発生時の情報発信のイメージ、発災時の情報発信のイメージなんですが、まず、市内に震度5強以上の地震が発生した際に、まずフェーズ0として、緊急地震速報の周知を行います。そしてフェーズ1として発災から30分の間にかけてですね、身の回りの危険からの安全確保についてメッセージを送ったり、あるいは、横浜市の防災情報を、発信したいというふうに考えております。いずれも QR コードでですね、市民と行政がつながれるように、市民と行政がつながるようにしたいというふうに考えております。 QR コードなどを使って、情報発信をしてまいります。それからフェーズ2の災害発生30分後から、翌朝まではですね、一斉帰宅抑制に関するメッセージや、一時滞在施設の周知などについて、発信を行いたいと考えております。また津波に対しても、サイネージを、活用したいと思っておりまして、具体的にはですね、こちらにございます通り、東京湾内にですね、東京湾内に、津波注意報、それから警報、等がですね、発令された場合にですね、3つのフェーズにこちらも分けて情報発信
行いたいというふうに考えております。まずフェーズ0は先ほどの緊急地震速報ですね。それからフェーズ1として、津波避難場所への避難に関するメッセージをお送りしたいと思ってます。でフェーズ2では一斉帰宅抑制に関するメッセージのほか、安否確認手段の周知などについて、こちらも QR コード等を使ってですね、情報発信を行いたいと考えております。サイネージに関しては9つの事業者様にご協力をいただいて、こちらにお示しをしている計142箇所で、設置を142箇所に設置してあるサイネージで情報発信をしていきたいく予定と、なっております。まあ、具体的にはですね、こちら、一例なんですけれども、ポルタとかジョイナス、それからニューマンとかですね、こういったところはですね、前回の、大震災の時にも、多くの方が、お困りになられて、多くの方がお集まりになられましたので、こういった場所を使ってですね、的確に情報発信をしていきたいというふうに考えております。はい。またこれ最後のスライドですが、災害時こういったサイネージを使った、災害時における情報発信の取り組みと合わせまして、平時における暴発掲載の動画も作成いたしまして、こちらはですね、7月3日からサイネージの方で、放映をしていただいております。はい、引き続きですね、安全安心を実感できる、災害に強い街づくりに取り組んでまいりたいというふうに考えております。こちらに関する説明は以上です。はい、それではこの件についてご質問を受けします。幹事社さんからお願いします。幹事社神奈川新聞の武田です。すみません、細かいところでまず4カ国語っていうのは日本語と英語と、ごめんなさい、他に2カ国語はどちらになりますか。韓国と中国ですね。ありがとうございます。それとですね、最後に今ご案内いただいた平時におけるこの防災啓発動画なんですが、これも7月3日からすでに放映しているっていう形なんですかね。わかりました。これは、細かいところで恐縮なんですが、横浜市さんが主体になって無料で流している形、協力を得て無料で流しているような形なんですか。はい、ここに書いてあります、ステークホルダーの先ほど画面があったかと思うんですが、そこの集まっている方からのアンケート調査をいたしまして、その中で協力していただいてくれる事業者のサイネージを無料で使わせていただいております。あ、なるほど。具体的にどこに何箇所ぐらいとかってありますかね。平時から流しているところっていうのは、ただいま平時で流しているところはですね、コルタと、ワイキャット、が流れておりまして、ジョイナスにつきましてはこれから9月1日ですとか1月17日また3月11日といった震災があった時にですね、集中的に流したいというふうに考えております。わかりました、ありがとうございます。じゃあ平時はそういった形でこう啓発をされて、発災した際はこれ基本的には地震は震度5強を想定した形ってことですかね。はい、わかりました。で、津波が発生するような津波の注意が必要である場合っていうのはまた別の内容で流すと、その発令が出た場合ですね。わかりました、ありがとうございます。と、市長に冒頭おっしゃっていただいたかと思うんですが、関東大震災の100年の節目ということで、改めてこう機運というかこう、歩道も増えたり、いろいろ注意喚起が増える機会かなと思いますね。改めてそういう呼びかけの一言をいただければなと思います。はい、ありがとう、ご質問ありがとうございます。大規模な地震は、いつ起こるか分かりません。従いまして実際にですね、地震が起こった時を想定して、日頃からの準備、そして、実際に、地震が起こってしまった場合のですね、その後の、市民の皆様の行動をですね、どう、誘導していくのか、そういった観点が重要になるというふうに考えております。今後もですね、混乱、地震が起こった場合には、多くの方が混乱
されますけれども、まあそういった発災直後の混乱防止、それから発災からしばらくの間のですね、混乱防止に向けてですね、混乱の解消に向けて、いろいろ取り組みを進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。それとごめんなさい、もう2点、1点がこれもし数字分かればなんですが、東日本大震災の時はこれおおよそどれぐらいの方が滞留されたというもし数字があれば伺えればと思います。それともう一点、今後この横浜駅で今まあ、一番こう人が滞留する、うん、想定される場所かと思いますが、他のエリアとかへのこう広がりとかそういったものもし想定があれば伺えればと思います、うん、ありがとうございます。横浜駅の、乗降客がですね、今1日、まあ、200万人に満たないぐらいなんですね。190万人ぐらいという膨大な数の方にご利用いただいております。でこの国内でもですね、まあ、有数のターミナル駅である横浜駅における取り組みをまずしっかりと、取り組んでいく所存です。で合わせて、その他の駅への展開につきましては、横浜駅での取り組みの検証、また、サイネージの他の駅におけるサイネージの設置状況や、あるいはまあどのくらいの方に、まあ、普段からご利用いただいているのか、まあ、そういった数字等の状況を見ながら検討を進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。ごめんなさい、長くなってしまって、最後に兵装のその防発、今防災啓発こういった動画で流されていて、他にこう展開というか、うん、こんなこともやっていこうというものがあれば伺えればと思います、うん、はい。前々からポスター掲示ですとか避難マップというものは配布させていただいております。でこの他ですね、この西口東口のこの、先ほどの製造ルナーにありました、この事業者が集まった、ね、避難訓練というのをですね、これまでに10回ほど、年2回20回ほど開催しまして、こういう行動はですね、行動につきましては今後も続けていきたいというふうに考えております。わかりました、ありがとうございます。でそれから先ほどですね、東日本大震災の時の横浜駅の周辺の、滞留者の人数でございますが、ちょっと集計が、ありませんでしたので申し訳ありません。わかりました、ありがとうございます。はい、それではその他いかがでしょうか。フランス店の及川と申します。この減災防災に関する、対策に減災防災に関する対策にかかる予算、大体どれぐらいなのか教えてください。今回のですね、この、ガイドラインとかサイネージですとか、を作成した費用はですね、約470万円でございます。よろしいですか。はい、その他いかがでしょう。新聞の神谷です。これ平時におけるこの対面というのは、それぞれそのコルタさんとかワイキャットさんが、まあ、普段自分たちで流しているサイネージの中でこう随時流していくということなんでしょうか。はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、ポルタさん のサイクル、ワイキャットさんのサイクルで、ちょっと先ほど申し遅れたんですけど、あと神奈川防災センターですとか、西区役所、神奈川区役所の方でも、そのスケジュールに合わせて流しているということになっております。横浜市民防災センターでございます。失礼しました。そうすると大体毎日は どれぐらいのサイクルみたいなの言えるんですかね。はい、それぞれのですね、広告したいものもございますので、それぞれのサイクルに流れておりますので、定期的というか一定性はないものというふうに考えております。
あとその震度5以上の地震の時はもうこれは13もこのフェーズに合わせて、それは いつまで流すかみたいなのは市の方でお願いをするんですか。はい、大体ここに書いてありますけど、翌朝までというフェーズで書かせておりますので、一応そこまでの対応というふうに考えております。これはなんか順次こうフェーズのこの4枚はこう順番に流れるような形でもうシステム化されてるんです。ポルタですとかジョイナスの、避難状況というか滞留者の状況というのがですね、個々違うというふうに判断しておりまして、その場合そこのポルタの防災管理者、ジョイナスの防災管理者がその状況を見てですね、そのサイネージを選択して流すという形を取りたいと思っています。なるほど。ちなみにここのエリアは全部一時避難場所は沢渡中央公園で同じっていうことですよね。なんでこのサイネージも同じっていうことで、はいはい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。その他はいかがでしょう。よろしいでしょうか。今日の通信の岡田です。そもそもなんですけども、そのデジタルサイネージがその地震で壊れたりするとその、情報発信もできなくなるかなと思うんですけど、そのある程度デジタルサイネージはあの地震に耐えられる構造になってるでしょうか。停電時に関しては確かにそこがもう建物ごとですね、破壊されてしまった場合、それはご指摘のような状況になりますけども、多くの場合こう停電とか建物自体は比較的耐震構造等もあるかと思いますので、その電力が課題になろうかと思いますが、各こういった商業施設ではバックアップの電力を用意しておりますので、そういった点からもですね、こういった多くの方がお集まりになる商業施設でのサイネージの活用が有効であろうかというふうに思います。その他はいかがでしょう。よろしいでしょうか。それではこの件の質疑は一旦終了します。事務局入れ替わります。少々お待ちください。はい、それでは引き続き一般質問に移ります。ご質問は簡潔にお願いできればと思います。まず幹事社からお願いします。幹事社神奈川新聞です。私からすみません、まず3問で、はい、1点が昨日までドイツ訪問があったかと思いますが、率直な感想と、手応えといいますか、こんなことが得られたとかこんなことを生かしていこうというのを一言いただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。ドイツの3都市におきまして、トップ同士の会談、それから有識者の意見交換、ヒアリング視察等を行いました。経済をはじめとした各分野での今後の連携に関してですね、横浜の施策についてアピールをして、来たところで、あります。今回の、出張を通じてですね、横浜市の中期計画の推進に資する国際連携の進展をにつながることを期待しております。ありがとうございます。続いてですね、前回の市長会見後に西勝との動きがあった執行部の、およそ9割が復活する見込みであるという点で、まずその受け止めと、残る1割の対応というのを改めて伺います。で合わせて、今回 その事態を招いてしまった、契約段階ないしその後に、言ってたけど予見できたところがあったのかなというふうに見受けてるんですが、そういったその検証っていうものはいかがなさるとのお考えでしょうかと。はい、ご質問ありがとうございます。まず戻って、
来るということになっている、あの9割の分に関しては、まあ、その具体的にどういう方法でいつ戻すのかという協議をですね、事業者と粘り強く進めております。まあ、協議した内容をできる限り早期にお示ししたいと考えております。残りの1割ですかね、1割に関しても、まあ、こちらも引き続き粘り強く協議をしているところで、あります。はい。で3点目が今後の検証ですかね。検証に関してはですね、しっかりしていきたいというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。これ現時点でまだそういう段ではないかもしれないですけれども、まあ、もう少しそのやりようがあったというか、こういう事態を招かない方策がもしかするとあったんじゃないかっていう意味での検証が今後はやっていくのか。今後さま、いろいろな角度からもですね、検証を進めていきたいというふうに考えております。はい、分かりました。ありがとうございます。続いてすみません、私から最後で山下ふ頭の、うん、まあ、検討委員会の関係なんですが、はい、前回もすみませんお伺いして重複するところで恐縮ですが、改めてその、まあ、今事業を進めていこうというところで、うん、その、まあ、土台を作っていくというか、全体の絵を描いていく検証委員会のところで、まあ、そこにこう事業者として参画しようとしている方が、うん、もしかするとメンバーにつくかもしれないという情報が入っておりまして、まあ、一般論的にはあんまりこう受け入れられないのかなというふうに私個人としては思うんですが、市長としてはその、そもそもそういうものは望ましくないのか、あるいはまあそれも含めて、まあ、入ることも想定のうちなのか、という部分お考えを伺えればと思います。はい、はい、質問ありがとうございます。まず委員の選定に関しては私承知をしておりませんので、詳細に関してはお願いできますか。山下ふ頭再開発調整室長新保と申します。委員の選定につきましては前回の時もお答えさせていただきましたが、地域の方につきましてはですね、現在まだ検討中というところであります。ただやはりその地元の声をですね、しっかりと今後の検討委員会に生かしていく、これは大事だというふうに考えておりますので、それについては引き続きしっかり検討していきたいというふうに考えております。ありがとうございます。市長個人としてはその、まあ、一定程度利害関係が今後生じるかもしれない方がそのテーブルにつくっていうことはどうお考えですかね。まだその委員の就任を打診してないっていうふうに承知してますので、というふうには報告を受けてませんので、まあそれ以上お答えすることはないという段階です。わかりました。ありがとうございます。ごめんなさい、幹事社から神奈川新聞の梶です。1点お伺いします。今年の上半期の救急搬送件数、うん、過去最多を記録してまして、中でもこう突出しているのが7歳未満の RS ウイルスだったり、こうウイルスに感染して発熱して運ばれる子どもたちが増えているということでした。今後、まあ、厳しい暑さで熱中症も、まあ、どんどん増えると思われるんですけど、こう市長として注意の呼びかけがあればお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、これから8月に向けて、まあ、さらに暑さが増していくことが予想されます。市民の皆様におかれましてはですね、暑さに関する情報をまめに情報をいただいて、情報をですねご確認いただきたいと思いますし、またこまめな水分補給などですね、熱中症予防への対策を徹底していただくことを、お願いしたいと思います。ごめんなさい。まあ、子どもでウイルス性の感染症が増えているということで、その今もうコロナが5類に移行されましたけど、感染症の対策ってどの程度やっていくべきなのか、市長のお考えがあれば。その感染症、おっしゃってる感染症というのはコロナに関してですか。コロナも増えてて、RS ウイルスも増えててというお話をいただいてます。さまざまヘルパンギーナやですね、その RS ウイルス、コロナ、その他熱中症等々でですね、さまざまな要因で救急出場件数が子どもも大人も多くなっているというのが現状かと思いますので、そのウイルスに関しては保護者の皆様にお子様の体調には十分、ご留意いただきたいと思いますし、また熱中症予防については先ほど申し上げた通りですね、予防への対策を徹底していただきたいなというふうに思ってます。
はい、それではその他いかがでしょうか。フランス天皇及川と申します。ちょっとデータがやや古いんですが、平成30年、財政調整基金は大阪市が1604億円、横浜市が127億円でした。まあ大阪市の場合は2年後に、花博、万博1604億円の財政調整基金を使いながらやるというので、それでもお金が足りないと言ってんですが、127億円という財政調整基金で果たして、4年後に、横浜で、花博がうまく開催することができるのでしょうか。よろしいですか。はい、はい、今財政ビジョン等の指針に従ってですね、創造と転換を通じた取り組みを鋭意進めているところでございます。まあ、ご指摘の博覧会の開催も含めですね、さまざまな施策を今後市の方で展開していかなければなりませんので、まあ取り組みに関してはしっかりと進めていきたいというふうに考えております。1990年大阪の花博、これが来場者数、そして、お金でも一番過去最高でしたけども、私現地行きましたが、まあ、鶴見緑地記念公園というのになっていて、まあ、箱物でなくそのままバラ園や緑が残って、いて、箱物が一切ありませんでしたけども、横浜では、花博の後、そこにテーマパークという箱物を作ろうというおつもりでしょうか。まあ、跡地利用に関してはですね、まあ、これまでご報告していることも点もございますし、またさまざま事項をですね加味しながら検討を進めているところでございます。では、テーマパークは撤回する可能性もあり得るということ。テーマパークについては常にご報告している通りです。はい、よろしいでしょうか。はい、その他いかがでしょう。よろしいでしょうか。はい、では、すいません、ありがとうございます。今の関連して万博ですが、大阪・関西万博は今連日の報道でこうパビリオンの建設が遅れていたりとか、まあ、費用がどうしても人件費、まあ、建設費もかなり高まってくるのかなというところで、今現在横浜市の方で試算を出しているその会場の建設費だったり、もろもろで300数十億ずつっていうものが見込まれているものが、まあ、おそらく今の現状を考えると上がってくるのかなというところで、まあ、早め早めのその手を打っていくというのが非常に大事になってくるかなと思うんですが、今現時点でこうどんなふうにお考えでしょうかというのを伺えればと思います。はい、ありがとうございます。まあ、今年の1月にですね、博覧会協会の方で、基本計画を策定いたしました。まあ、それを前提といたしまして、まあ、一方でそのコロナや、物価高騰などこう社会経済情勢の変化等も影響もございますので、まあ、そういったことを考慮しながらコスト抑制策も含め資金計画を今精査しているところでございます。まあ、引き続き関係者と連携しながら着実に準備を進めてまいります。よろしいでしょう。よろしく。フランス天皇及川と申します。万博について、伺います。世界の50数カ国が名乗りを出ていたんですけども、諸事情があり、まあ、一番はお金がないということで、パビリオンが今のところゼロ、着工ゼロという状況です。それでも横浜市はパビリオンを出すのでしょうか。
よろしいですか。はい、はい、まあ、大阪の状況に関してはコメントする立場にありませんので控えさせていただきます。27年の万博、国際園芸博覧会の、開催に向けて鋭意準備を進めてまいりたいと考えています。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で会見終了します。ありがとうございました。